皆さん、こんばんは、マーティンであるミャクブーイ、キングタケです。河村武史さんの凄さいます。雪イヤー本当に、ピッチャーとして、まあ、二桁上げたが、新人王にはならなかったものの、ストレート、まあ、二段階フォホーム、のすごいピッチャーでございます。変化球も多様なピッチャーですね。その、1999年、二桁勝利、上原、野口に次ぐ、三番目の特、ポピッチャーで、防御率は4位と、本当にすごい、ピッチャーでございます。2000年、2000、 年も活躍したが、2001年は2桁敗戦が響いてしまいました。その後、先発として全く機能できず、2004年、中継ぎに転向2004年から2006年後まで、クワトロ系として、本当に中継ぎ人として、野台骨として支えられたピッチャーでございます。しかし、その疲労か、先発に転向するも、残念ながら、まともに投げられず、結局は引退となってしまいました。まあ、本当にすごいピッチャーですし、クワトロ系の一員になれたかと、改めて、つ、かん、実感しました。見てて、はい。 すごいピッチャーです。というわけで、川村武司さん、コーチとしても、まあ、神奈川の監督としても務めております。以上です。バイバイ。